今回は高性能コスパ最強で話題のヘリオ G99 を搭載したドゥージーの最新機種 T20 ウルトラと T30 ウルトラを比較しながら徹底レビューしていきます。どうもこんにちは、カスタムライフの山川です。皆様、今回のこの動画を見ているということは、大画面のタブレットで高画質の動画視聴はもちろんのこと、重い 3D ゲームを遊びたい、そんな視聴者の方が多いんではないでしょうか。今回はドゥージーの T20 ウルトラと T30 ウルトラということで、どちらもコスパ最強ヘリオ G99 を搭載した高性能タブレットを比較していきます。ということで、今回の比較テスト項目ですが、1、外観の比較、2、いろんな角度から画面の比較、3、アンチュジュベンチマークの比較、4、ブラウジングの比較、5、動画視聴の比較、6、音質の比較、7、重い 3D ゲームの代表として原神の比較、そして最後にどっちが良いのか、それぞれの特徴をまとめていきます。同じヘリオ G99 だし、どっちも大して変わりないんでしょと思いの方結構いらっしゃるかと思いますが、両者様々な点で結構違いが出てきました。それぞれの特徴をまとめ上げていきますので、最後までぜひ見ていってください。カスタムライフは自作 PC や DIY、ガジェット関係の動画たくさん出しております。チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録していってください。ということで、まずは外観のチェックをしていきますが、その前にそれぞれの機種のスペックを比較していきます。左側が T30 ウルトラ、右側が T20 ウルトラとなっております。まず同じ点ですが、両方とも Android 13を搭載しております。そして、両方ともヘリオ G99 オクタコアのプロセッサを搭載しております。メモリーは 12GB からさらに 20GB を拡張することができ、32GB まで設定することが可能です。ストレージは 256GB、メインカメラは 16MP、フロントカメラは 8MP、そしてこちらは必須の機能ですね。ワイドバイン L1 をサポートしております。またスピーカーはハイレゾ対応のクワッドスピーカー。3.5mm のヘッドホンジャックも搭載しております。そして両機種の相違点ですが、 T30 ウルトラは11インチの 2.5K のディスプレイを搭載、 T20 ウルトラは12インチの IPS 2K ディスプレイを搭載しているといった点です。精細さは若干劣りますが、12インチ大型の 2K IPS ディスプレイを搭載しているといった形でございます。バッテリーは T30 の方が 8580mAh、 T20 ウルトラの方が 1800mAh ということで、こちらも T20の方が大容量となっております。似たようなスペックですが、実際に見比べてみると結構差がありましたので、この後注目して見ていってください。ではいよいよ商品の外観見ていただきます。まずは真上から、左が T30 ウルトラ、右が T20 ウルトラとなっております。こうして並べてみると結構サイズに差があるのがわかるかと思います。1インチ差でも T20 ウルトラの方が結構大きく感じますね。続きまして、キーボード接続端子側どうでしょう。厚さはだいたい同じような感じかと思います。続きまして反対側ですね。こちらはボタン類が配置されております。次にタイプ C の充電コネクタ側、 3.5mm のイヤホンジャックも搭載されております。反対側ですね。スピーカーは短い面に2個ずつ、計4つ搭載されております。背面です。両方とも金属のボディがかなりかっこいいですね。高級感があります。カメラ側、両方ともケースが付属しております。柔らかい、衝撃に強いタイプですね。 PPU 素材でしょう。折りたたんでスタンドにすることもできます。マグネットは搭載していないようです。ケース装着するとこんな感じ。次に画面の比較です。両方とも明るさマックスで比較していきます。いかがでしょう。両方とも高精細でかなり綺麗なディスプレイです。ではちょっと寄ってみます。こちらが 2.5K、 こちらが 2K、
両方とも十二分に高精細です。では発色の違いを見ていただきましょう。特に白色が差が出ました。右側の T20 の方が白が真っ白といった感じで、左側の T30 は若干黄色がかった優しい白といった印象でした。どちらも非常に綺麗だったので、この辺の差は好みの問題でしょう。では2機種並べて回転させて角度を変えてみていただきます。2機種とも高視野角なのがわかるかと思います。また画像を変えて回転させます。2機種とも発色の出方は違いますが、両方とも高精細高視野角の品質の高いディスプレイでございました。続きましてはアンチュジュベンチマークの比較です。同時にスタートして各シーンを飛ばしながら見ていただきたいと思います。 3D のシーンはどちらの機種も非常に滑らかですね。重い 3D もかなりスムーズに動きます。はい、ということで右側の T20 ウルトラの方が先にゴールしました。スコアは37万1523点。そう言っているうちに T30 ウルトラもゴールしました。スコアは38万867点でございます。アンチュチュベンチマークのスコアの差は約1万点ということで、これは誤差の範囲と言っていいでしょう。次にブラウジングです。こちらはスクロールの様子をスーパースローモーションでも見ていただきたいと思います。まずソフトの起動から。はい、同等ですね。ページの表示も。はい、ほぼ同等でございます。何ページか見ていただきます。はい、ほぼ同じですね。次にスクロール、まず左側の T30 から。はい、スーパースローモーション。若干の遅延はありますが、許容の範囲内ですね。次に右側 T20 ウルトラ、スーパースローモーションでも見ていただきます。こちらも若干の遅延はあります。しかし十分許容の範囲内と言えるでしょう。体感では両者とも非常にスムーズで、特に大きな差は感じませんでした。続きまして動画視聴比較と音質の比較合わせて見ていただきます。まずは動画視聴比較、 YouTube のテストです。同時にタップして再生していきます。はい、ほぼ同時ですね。次に画面を最大化していきます。こちらもほぼ同時、非常にスムーズです。さすがアンチュチュベンチマーク37万点超え。動作にゆとりを感じます。続きまして音質比較、各機種交互に動画を流していきます。録音した音声では少し分かりにくいですが、大画面でスピーカーの穴の数が多い T20 ウルトラの方が音割れせず綺麗に音が出る印象でした。ということで重い 3D ゲームの代表原神で比較していきます。グラフィックス設定は最高設定かつフレームレート 60fps の設定です。両者とも最高設定だけに非常に美しい画面です。
ジャンプしてみます。知恵もなくスムーズですね。次、攻撃ですね。こちらもスムーズです。次、画面をスクロールしてみます。最高設定の割には非常にスムーズなんではないでしょうか。続けてスーパースローで見ていただきます。若干カクつきがあるようにも感じますが、プレイするには許容範囲内かと思います。続きまして、キャラクターを移動させます。水面に風景が映って非常に綺麗ですね。こちらも非常にスムーズに動作いたしました。最後に戦闘シーン。はい、最高設定でも十分に動作するパワーを持っておりました。最後にどっちが良いのかまとめていきます。それぞれの機種の特徴を左右に並べてみました。 T30 ウルトラの方が 2.5K の高精細ディスプレイ搭載、そして重さが少し軽い 539g といった感じです。 T20 ウルトラの方は12インチの超大型ディスプレイ搭載、ベゼルが極細、1800mAh の超大型バッテリー搭載、大音量でも高音質なスピーカーといった感じです。両機種の共通点といたしましては、アンチュチュベンチマーク37万点超えのヘリオ G99 搭載、メモリは最大 32GB、 そしてワイドバイン L1 対応で高画質な動画も視聴可能です。これだけのスペックがあれば、ある程度のことはそれなりにこなせるんではないでしょうか。結局のところどっちがいいのと皆さん思いかもしれませんが、私は12インチの T20 ウルトラの方が好みでした。一番の理由はたった1インチの差でもかなりディスプレイが大型に感じました。そして極細ベゼル、これはかなりかっこいいですね。あとは皆さんの好みによるかと思います。カスタムライフは自作 PC や DIY ガジェット関係などがたくさん出しております。チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録していってください。ということで、少しでも参考になった方は高評価を、またレビューしてほしい機種やご質問ご意見ございましたらコメント欄で教えてください。本日はここまでです。ありがとうございました。